質問はどうしたらネガティブな思考を変えられるか。ね、まずどうしてネガティブな思考になるんだと思います？どうしてか、ネガティブなことで逆に安心してる、そういうのもあるんですよね。ネガティブなことで、例えば具体的には、それを言うと聞いた人は引くかもしれませんが、例えばですけど、うん、新入会時代にある、うん、すごく苦手な講師の人がいたんですけど、うんうん、その人からいつも言われてたような記憶とか、うん、あの時腹立ったわとか、うん、それを考えたからって何の得にもならないのに、なぜか出てくるんですね。うん。うん。腹立ったわと。はい。その時のその講師の顔とか、うん、鮮明に出てくるんですよね、嫌なことに、うん。うん。それがどうしてネガティブなんですか？腹立つっていうのはネガティブな。腹立つっていうのはネガティブな感情なんですか？そうですね。それ、いや、まあ、それで幸せに、まあ、それでは幸せにはなれないですけどね。はい、うんうん、どうして苦手な講師のこと顔を思い出して腹立ったわっていうふうなことが思い出されるんだと思います？それが出てきているので、そこは分からないですね、うん。うん、気づいたらそれが出てくる。どうしてそういうことが思い出されるんだと思います？もしかしたら、その子じゃなくて別の嫌な人がいて、うん、その別の嫌な人をこの人に投影しているのかなとか、苦手な講師がいて腹立ったわっていうふうに、どうしてそうなるんだと思います？結構考えたんですけど、分からなかったです。うん。京本さん、どうしてだと思います？まあ、この汚れが心に溜まっていて、うん、まあ、ぶつけたいということではないでしょうか。うん？汚れが、うん、誰かに受け取ってほしいと。で、うん、誰かを悪人にしないと、うん、汚れを、まず気持ちとしては、汚れが溜まっていて、溜まっていて、誰かに受け取ってもらいたい。いて、誰かに受け取ってもらいたい。何のために？自分が楽になりたいから。うん？汚れが溜まっていて、誰かに受け取ってもらいたい。うん。うん、何のために？悪人にはぶつけてもいいという。いいですか？苦手な講師がいて腹立ったわーと、ね、いうことを思い出すことによって、思い出すことはどう、ね、どういうことかと、どういうことかと、どういうことかというと、汚れが溜まっていて誰かに受け取ってもらいたい、ね、受け取ってもらいたい、ね、それは何のために受け取ってもらいたい。汚れを吐き出したいから
汚れを吐き出したいからではないですね。汚れを吐き出したいからではなくて、汚れが溜まっていて誰かに受け取ってもらいたい。それ以上分かんないですね。ね。どうして？どうしてか。うん。誰かが受け取ると自分のものは、うん、汚れがなくなるという。いや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 。ね、汚れが溜まっていて誰かに受け取ってもらいたい。はい、何のために？何のために？何のために？誰かに自分のことを理解してもらいたいんですか？誰かに。自分のことを理解してもらいたい。何のために？それで安心ができるからじゃないですか。何のために？自分の存在を感じたいから。おお、自分の存在を感じたい。いつの？今じゃないんですか。今のそのいつの？いつですか。いつかっていうと今の自分を今感じてほしいですか。うん、いいですか。ね、苦手な講師、ね、これはいつの字、いつのこと？もう10年以上前です。10年以上も前。10年以上も前。その講師と接してた期間が、まあ、何年間かあるんで、まあ、ね、10年以上も前の苦手な講師のことが今腹が立ってね、来てるわけです。思い出すと。それはどうして？自分の存在を感じたい。いつの自分の存在を感じたいんですか？その10年以上前のその苦手な講師と接していた時の自分ですか？つまりこの質問者はいつの自分を感じようとしてるんですか？目の前にその苦手な講師がいた時の自分ですね。いつの自分を感じたい。過去の。そう、過去。ね、過去なんです。過去のことが思い出されるのは、それはその人が過去の ために生きているからです。質問者がですか？そう、過去のために。だから過去のことが思い出されるっていうことはね、過去そのことがね、そのことで傷ついた自分の感情をね、受け止めてもらっていないから。だからね、自分の人生そのものが
過去のために生きていることになるんです。まあ、悲しいですが、こういうところですね。ね。過去のために生きている。つまり私たちは生まれてからね、生まれてから自分の存在をこう、ね、感じて、ここに自分が存在するって言って安心するわけ。また一日経つとここに自分が存在しているっていうふうに感じて、ね、安心する。そういうことを積み重ねながら自分の人生を生きていく。ところが何かのことでね、自分を感じない日々というものができてしまうと、ね、自分はこうね、今日ここで暮らしてるんだけど自分を感じないと、自分を感じない、自分を感じない、自分を感じないっていうのが溜まっていくわけ。そうすると今生きてるんだけど、過去私はここに存在していたかどうかっていうことが問題になるわけ。このね、過去の苦手な講師のことが問題じゃないわけ。これが問題じゃないんです。この時にね、我が崩れるわけ。つまり感情が吹き上がる。まあ。つまり、ね、生まれてきました、自分を感じない日々があると。ね、そうすると自分の感情の中に自分を認めてもらいたいっていうのがどん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 溜まってきて、ね、で、ある時嫌な講師がいて、ね、その嫌な講師のことで我が崩れると、今まで溜まっていた感情がマグマのように吹き上がるわけです。その講師の問題よりさらに前が、そう問題があったわけです。その吹き上がった時に本当は、ね、この苦手な講師のことを出しにして ね私はこんなに辛かったっていうことを認めてもらわなくちゃいけないわけです。ね、認めてもらわなくちゃいけない。認めてもらうことによって過去からその時に至るまでの自分っていうね、自分っていう存在がここに確かに存在していたっていうふうに感じられるわけ。ここに確かに存在していた。ね、私たちは我の世界に生きてるわけ。我の世界。ね、我の世界に生きてる。我の世界って何かっていうと、我の世界っていうのは生まれてから死ぬまでが私なんです。ね、これが我なんです。生まれてから死ぬまでが私なんです。仏教は違うよ。仏教というのは今この瞬間が私なんです、ね、何が違うのって言ったら、我の世界にいる時はね、生まれてから死ぬまでのこの人生が理想的な生き方でなければならないっていうのがあるわ。理想的な生き方でなければならない、ね、生まれた時に、ね、例えば何か嫌なことがあった。そうすると嫌なことがあったから私の人生はもうダメなんだっていうふうに思ってしまうのが我を問題にしてるっていうことなんです、ね、例えば私は過去東大に合格できなかった。東大に合格できなかったから
私の人生はダメなんだっていうふうに思う、ね、これは我を問題にしてるっていうことなんです、ね、だからその自分の理想としている生き方を問題にしてる人はね、この今のこの瞬間、今のこの瞬間ではなくて過去にとらわれる。過去こんなことがあった、あんなことがあったっていうことが問題になる、ね、過去あんなことがあった、こんなことがあったっていうことは、過去こんなことがなかったら私はこうならなかったのにっていうふうに思う。過去こんなことがなかったら私はこんなふうに苦しむことはなかったのに。これで過去が問題になって腹が立つ。その過去のせいで理想のためのそうそう過去のせいで理想の生き方ができなかったと、うん、繋がってくるんですね過去と。そうそう、で未来のことも不安になるわけ。自分の理想としている生き方ができないんじゃないかっていうことが不安になる。だから我が問題になると過去と未来が問題になる。今じゃなくて過去と未来が問題になって、過去のことで苦しむ、未来のことで苦しむわけで、その人生は理想的な生き方ができているかどうかっていうことが問題なの、ね、つまりこの瞬間、生まれた時から死ぬまでのこのずっとが感じられているかね、自分という存在が感じられているかどうかが大事なんです。それが多分質問者の場合、自分を出さないように生きてきたんだと思う。自分を出さないように生きてきたら、自分は確かに存在してるのに自分を感じないっていうことになるわけです。存在感じるのは出さないと人は気づかないからですか。自分、そう、私たちは自分の存在を人に認めてもらうことによって自分を感じるわけ。これを存在価値っていうふうに言うわけ。ね。だからその自分の存在を人から認めてもらったときに、ああ確かに自分はここに存在しているなっていうふうに感じるわけです。それが自分の気持ちじゃないとダメなの、ね、例えばこう子供がね、子供がね一人で遊べばいいのに、ね、この人がいるところで、ね、遊んでいるのは、それは人のいるところにね自分が存在していることによって自分の存在を人が感じてほしい、感じることによって自分の存在を感じたいから。多分質問者はそうやって遊んでいたらね、気を使う大人がいて静かにしないといけないよっていうふうに言われたわけです。静かにしないといけないよって言われたら素直にそうだねって言って静かにしたいから人のいないところに行って静くね楽しく遊んでいたんだと思う。そうするとね自分の存在を感じないわけです。まあ多分幼少時代のこととか言われてるんですけど。そう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 。そうそうな。それをずっと幼少だけじゃなくてずっと続けてきた。そうするとね、いい顔をしてる分だけ感情が吹き上がらない、感情を見せない。そうすると時間は過ごしているのに自分を感じない日々っていうのがあるわけ。例えば人と話をしててもね、自分を出さなかったら自分を感じられないんです。例えばマリリン・モンローがね、銀幕のうちのマリリン・モンローはみんな知っていても、銀幕から降りたね、舞台から降りたローズマリー・ムーンは誰も知らないって言ってるようにね、
演じている自分を人が見てくれたとしても自分を感じないんです。そうやって溜まってきた感情っていうのはね、いわゆる我が崩れた、我が崩れたっていうのは嫌な人に会って嫌なことをされたっていう時にね、吹き上がってくるわけ。この時にね、腹が立った、これが問題なんです。腹が立ったっていうふうに言うのは、こんなことをしなければ、あの人がこんなことをしなければ私は感情が吹き上がらなくて済んだって思ってるんです。そう思ってますけど、感情が吹き上がらなければまたね、平穏無事な生活を暮らしていくことができたのにって思ってるんです。だから平穏無事な暮らしをしたいがために感情が吹き上がったことを悪いことだと思って決めつけてるんです。これ悪いよってね。だけど感情が吹き上がったのはその嫌なことがあったからじゃないんです。マグマのように感情が溜まっていたからなんです。溜まっていなかったらね、嫌なことがあっても感情が吹き上がるっていうことはないんです。そうやって感情が吹き上がってくるっていうことは、その感情を認めてもらうことによってね、今までずっとね、分からね、自分の感情を出せずに過ごしてきたこの自分の気持ちを受け止めてもらって、あ、確かに私は生きていたんだなと。だってこのね、いきなりね、今を問題にする仏教のね人生観に変えることはできない。みんな我を問題にしてるんだから、生まれてからこの今までのここを誰かに受け止めてもらいたいんです。でもね、誰かに受け止めてもらいたいって言ってもね、至上心じゃないからね、自分の心を素直に出してないわけ。外に健全精進の層を現じてるんです。そうするとね、自分の心を隠したまま生きていくことになるんです。そんな私が自分の感情を出せる場面っていうのはね、嫌なことがあった、こんなことでもない限り自分の感情を出すことはできない。つまり苦手な講師に出会って嫌なことをされたということはいいことなんです。ね、いいことなんです。ね、それが吹き上がってきたってことは、この部分ね、この部分、生まれてからその時までのその部分を認めてもらいたいっていう気持ちからなんです。この気持ちはね、受け止めてもらうまでずっと残り続けるんです。残り続けるっていうことは、その嫌なことがあったということを思い出す度ごとに吹き上がってくるんです。過去のことがね、思い出す度に吹き上がってくるんです。吹き上がってくるのは、その、ね、マグマの部分があるからなんです。このマグマの部分があるから吹き上がってくるんです。この部分を吹き上がったことを認めてもらうことによって、ね、消化していかなくちゃいけないんです。
できるんですね。そう、消化できるんです。消化すれば、消化すればっていうのね、よく消化データ、みんな上がるんですか。消化っていうのは、うん、ご飯に入る、お腹の消化ね、消化していく、消化していかなくちゃいけないね。だから、この苦手な講師のことをね、消化してしまえば思い出すこともなくなっちゃうんです。今は何のために生きてるかというと、過去のために生きてるってことになっちゃってる。ね、過去のために生きてる。今を生きてないんです。過去を生きてるんです。過去、自分が生きてきた感情が溜まっていて、それを何とかして、ね、受け取ってもらいたい、認めてもらいたい、そう思って生きてるんです。ね、それは何とかして何とかしてっていうのは、腹が立つんじゃなくて ね、こういうことがされて私は嫌だったとか辛かったとか、そういうことを思っていく必要があるんです。そして、ね、それを、ね、ちゃんと受け止めてくれる人に話をして、こんなことがあって、ね、嫌だったんだっていうことを受け止めてもらうんです。またその内容たりは、まあ、あんま普通は人に言わんだろうっていう内容ですけどね。清盛さんでもいいじゃないですか。清盛さんに話をして受け止めてもらうと。こんなことがあってつらかった、あんなことがあってつらかった、ね、ああそうか、こんなことがあってつらかったな、あんなことがあってつらかったなっていうことを言うことによってね、だんだんと、ああ自分ってね、自分ってそういえば ね、人にいい顔をするばかりで自分っていうものを出していなかったなっていうことに気づいていく、ね、そうか、人にいい顔をしてね、価値のある自分を認めてもらって ね、認めてもらったとしても自分の本当の気持ちを受け止めてもらわなかったら意味がないんだなっていうことが分かってくるんです。だから過去のことがね、思い出される場合はそれはでも過去のことを話をして話をして話をしていくことなんです。つまり今過去のために生きている人生を今のために生きるっていうふうにね、こう変えていくんです。早く過去を消化していってね、今に今に照準を合わせないといけないんです。大丈夫です。過去のために生きてる人はいっぱいいるから。いっぱいいるから、ね。そういう人に限ってね、そういう人に限って、この気持ちを受け止めてもらうために価値のある自分を見せようとしちゃうから。でもね、価値のある自分をいくら見せても、それを受け止めてもらったとしてもね、自分の気持ちは楽にならないんです。自分の気持ちが楽になるのはこの我が崩れたこの瞬間なんです。それは腹が立った。ねえ、そんな感情が出てくるようなことはない方がいいと、そう思うこと自体が問題なんです。
すごい。そう、このことがあった、苦手な講師がいたことは良かったことなんだ。そのおかげで私は今感情が吹き上がってきてる。それがね、頻繁に思い出されるということは、思い出しているのにね、一人で腹立ってもね、意味ないわけですよ。ね、ねえねえ聞いてくださいと、ね、チコちゃんじゃないけど、ねえねえ岡本ってね、あんな感じで、ねえねえ聞いてと、ね、私こんなことがあってつらかったの、あんなことがあってつらかったのっていうことを話をするんです。して受け止めてもらうってことです。やっていくと、過去を見てネガティブな思考を少しずつ、そうそうそう、過去のことを思い出すことがなくなってきて、今に照準が合ってくるよ。照準が合うとはポジティブなことも増えてきます。今に照準が合うっていうことはね、そのこの今という時間を価値のある時間にしていきたいっていうふうに思うようになる、ね、そんな過去のことを思い出してネガティブな思想になるよりは、今のことを考えて少しでもいいことを思い出していこうと、ね、いい経験をしていこうっていうふうになるわけです。まあそっちになりたいところですね。はい、そのためにはね、受け止めてもらう、受け止めてもらう。受け止めるとき具体的に どんなことにするんですか。受け止めてもらうってことはね、こんなに私は辛かったんだっていうこの気持ちを誰かに聞いてもらって、その気持ちを共感してもらうことが必要です。共感、ああ辛かったんだねと、で共感してもらうことによって、私という存在がこの人のね、この人が分かってくれた、つまりどんなにいい顔しててもね、こんな気持ちだったんだ、こんなに辛かったんだ、こんな気持ちだったんだっていうことを分かってもらうことによってね、あ、私という存在はこの時に、このね、この時間に確かに存在していたんだって思える。それはあの感情が出てきた瞬間のところだけを認めてもらえばいいですか。そう、感情が出てきた瞬間のことを認めてもらうことによって、それまでの過去を受け止めてもらったことになるわけだからね、一回受け止めてもらってそれで終わりってことじゃないわけ、ね、この過去のものがなくなるまでね、何度も何度もね、京本さん、診断会時代は辛かった診断会時代は辛かった、あのお前これ何度目なんだ、何度目なんて関係ありません、なくなるまで、ね、そのここに、この心に溜まったものが全部消化するまでね、ね、ずーっと何度でも何度でも続いていくんですね、それをこう出汁に使われること苦手な講師は本当に不幸ですよね。ね、この講師のせいで、この講師のせいでとかっていうふうに言われるけど、この講師のせいでじゃないわけ。自分の生き方そのものがそういうものを貯めていくわけです。例えば韓国だったらね、韓国だったらその韓国のね、家庭の中の生き方がその自分の感情を貯めていくわけです。ね、そして日本のせいでとかって、そうですね。ね、そうやってこうぶつけていく。日本何もしてない。何もやってない。こういうふうにみんな感情を出していくわけ。ね、例えばね、ネットとかを見ていくとね、こんなことは許せんとかって、こんなことがね、こんなことが許せないんじゃないんです。その時の、それまでのその人の生き方が感情を溜めていくっていう原因になってるわけ。それがこんなことが許せんっていうことで吹き上がってきてるだけなんです。
大事なのはね、このね、じゃあこういうことを言わないようにしようじゃなくて、その感情のマグマが溜まっていくような生き方をやめていかなくちゃいけないんです。それか、そうやって感情が吹き上がってきた時に受け止めてもらうことが必要なんです。はい、分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。